イエーイ。城内侵入せ、え、閉じ込められた。え、これ門まで来たけど、お、なんか始まった。開けてー。正面突破。なにこれ、なにこれ、なにこれ、肝。角生えとる角。ん？消えたよ。これ入られちゃうか。あれでもなんか周りのマガマガしい感じみたいなの吹き飛んだ逆に。気のせいかな。え、開けてや。あ、これあれか。お、なんかマップが切り替わった。ハイラル城のマップになった。現在の位置。リアクサイガノンがあそこ。なんか、ちょいちょい間に、門かな？あるね。これ多分あれよね。マグネキャッチか。そういうことやね。金属っぽい感じやし。よーし。ちょっと邪魔なんですけど、そこ。入り口やけんね、徹底的に。え、待って。いや、もう無理やって。ほら、ガーディアンおるもん、そこ。あ、もう起動しそう。ああ！あ、やめて。やめてください。ごめんなさい。出ていきま、うわあ！待って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 、無理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 、死ぬ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 。死ぬって。ねえ、死ぬって。ひぃー。怖いー。怖いよー。待って、体力ないって。で、遠くの方にさ、まだおったやん、いっぱい。あ、違う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 。こう、押しっぱにしとったら、どんだけでもいけるやつ。ダメージ受けたらなんかあかんのかな。え、これダメージ受ける？今の普通に避けたな。え、これは何？ダルケルの守りによって守られとる感じ？怖い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 。何回かダメージ受けたら壊れる感じ？あ、ぽいな。死んだ、死んだ。でも抜けた。やった。イェーイ。城内侵入せ、え、閉じ込められた。え、待って、こっちは出ていくん。え、閉じ込められましたけど？終わったー。え、待って。え、なに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 、え、なに、どうしたらいいんこれ。アイスメーカーとか。アイスメーカーってどこでも出せたっけ？水場だっけ？あ、なるほど、水場。ビタロックと、アイス、びっくりした。ビタロックとアイスメーカーが反応するね。いや、でもアイスメーカーな。作ったところでって感じやけど。はぁ、あ。待って、あ、作れる。あ、え、そういう感じ。押し上げれるんか。なるほどね。あざーす。いや、自分がやったけど。あれは、なんか唐突にバッて出ていったら敵にやられそうな気するんよね。この辺もあれじゃない？なんかおるな。ねえ、どっかに目ないんすか？目。ないの。こういうのね、大抵近づいたら目が出てくるんやけど。ないな。倒しますか。そんな超高速で近づいてこないでくれます？よしよしよし。あ、壁に埋まった。
あ、壊れた。よし。やっつけたかと思った。もらうね。ブーメランや、ブーメラン。でもこれ立てもさ、立てもさ、いい感じなんじゃないの？そうでもない？あ、でもさすがにこの森人の立て、これよりかはいいんじゃない？ほらほら。あ、装備しとる今。いいやん、かっこいいやん。あれ、絶対そこなんかあると思うんやけど、目玉出てこんな。ん？そこになんかある？どれ？ん？なんか体力出とんやけどさ。え？なに？どこ？どれよ？ん？わからん。え、わからんのだけど。この辺なんか急激、あ、こっちの方とかにある？目。あ、でもこっちはこっちで多分別よね。え？目玉ないよ。ここの目玉は多分あれか？なんか、これっぽいよね。あ、やっぱそうよね。消えた消えた。ひー、不気味だな。ん？あそこにもある。一回当てればいいだけやったっけ。あ、この辺上がっていける感じ。ぐいぐい生きよったらね、なんかどこで死亡ってなるかわからんけん。あ、なんかおるっぽいな。ええー、やめて。ガーディアンおったんやけど。ちょ、一旦一旦ちょっと違う方向行こっか。こっちから来たんやっけ？多分そうやな。ちょっと一旦こっちの奥行って。え、マジでさ、城の中にまで至るところにガーディアンおる感じ？まあ中って言ってもあれか。外みたいなもんか。え？これガシャーンって閉められるやつやない？違う？違うか。よかった。視界が悪いね。これ外に出るね。ってことは、ガーディアンとかいないっすか？偵察機はいっぱい飛び寄るな。大丈夫？なんか飛び寄る偵察機とかに見つかりそうな感じが。うん、唐突に。なんか今、うわ、ガーディアンおるね。同じ高さに偵察機もおるよ。じゃ、この辺上がろう。でも今もうだいぶ上の方おるんやない？ね。うわぁ。これってあれかな？とりあえず、どんな方法でも目的地に行けたらいい感じ？さすがに外壁登っていったら到着できるとかそんなことはないか。ガーディアンおりそうやな。いや、おらん。おらんな。いい、おるー。
うわ、見つかった見つかった見つかった。え、何あれ、痛い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 。え、何あれ、あ、落ちた。え、なんか落ちた落ちた落ちた。え、ここは大丈夫そう。あ、まあ一応ミファーの祈り一回分回復はしとんか。ういー、さっきのやつや。動くタイプじゃなくってなんか固定型みたいな感じのガーディアンやねん。いろんなんおるやん。ちょっとやめてー。めちゃくちゃいろんなんおるんやけど。あ、待って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 、死ぬ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 。いけんくね。あ、またあれか、ダルケルの祈りか。もうだいぶ中腹あたりにおるんよね。いきますか。進ませてください。3回ぐらい当たったら終わりかな。ちょっと待って、めちゃくちゃバックしようやけど。でも途中で自分、なんかおった。ゼルダの部屋やって、ここ。やられた。ゼルダの部屋や、ゼルダの部屋ってことはもうだいぶめっちゃ上の方まで来たやない。これなんか強そう。無心の体験。絶対強いやん。知らんけど。なんとなく強そうじゃない？ちょっと待って。とりあえず、トゲモリブリンバットはいらんか。無心の体験。違う違う違う。ドレイマの。おー、ほら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 。シーカー族？へえ。ここゼルダの部屋やって。これ多分ベッドやな。天蓋付きのベッドやな。木の矢ももろとこ。こっちは行き止まりだな。ん？ここはもう行き止まりなのか。まあ、強い武器が手に入ったっていう感じかな。あ、こっち側、ん？普通にこっから入ったか。あ、こっから入ったね。まあ、一緒か。なるほど。まあ、ゼルダの部屋で、いい武器を手に入れたと。この上はいけんかな。え、ちょっと待って。待ってって。あ、なるほどね。なるほどね。飛行中の偵察機ね。でもそこも穴開いとんやけど。いやいや。ここからスッと上に行けるかなと思ったけど、そんなことはなさそうやな。どこに行けばいいんかな。絶対撃ち落とされる。いやでもとりあえず、ここはあれじゃない？あ、違うか。どここれ？ゼルダの部屋かと思った。全然違うとこ来た。でもなんか空から丸出しって感じのところやな。いやいや。これはゼルダの部屋の上や。上そんなとこあったん？天井まで見てなかったな。もうだいぶ上。待って。へぇー。怖い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 。絶対ここおること分かっとるやろ。
でももうちょいでガノンって感じするね。あっち側に渡っていきたいな。間違えた間違えた。とりあえず何これ、イベント？あ、思い出す。新たな記憶や。そんなんあったっけ今まで。これ写し絵のやつ？これは別か？いや、違う。これが写し絵のやつやんね。なるほど。こういう感じであったんか、今まで。ここで新たな記憶が。でもそこにガーディアンがおるけんさ、ちょっと早く避難したいよ、私は。あのガーディアンは平和の頃からおるんやな。なるほど。もともとはあれか。ガノン側じゃなくて、普通に、ゼルダ側？このお城を守るガーディアンやったってことか。動かせるところまでこぎつけました。まあ、このお城っていうか、ガーディアンや神獣の理解を深めていけば、たとえ厄災ガノンが復活しても、対抗する力は得られるはずです。でもそのガーディアンにボコボコにやられようんやけど。何、誰誰？お父さん？ガーディアンの実験を見ていました。私たちが異物を完全に把握すれば、厄災への対応も。確かに古代異物の研究はハイラルにとって極めて重要だ。だがこの国の姫であるお前がなすべきことは他にあるはず。そっか、一応その場所その場所に行ったらちゃんと思い出すってボタンが出てくるんやね。逃げてはいません。先日も勇気の泉に思い、いやでもな、こういうストーリーが見れるんやったら全部やっぱ見たいよね。異物に関わるのをやめ、すべての時間を修行に。ただこれでまだ3箇所目なんやろ、やば。厄災封印の力を身に宿す術がそれ以外にあるのか。わかりません。でも努力しているつもりですけれど、どうしても。だからせめて今の私にもできることを。言い訳は聞きとうない。王として命令する。今後一切異物に関与することは許さん。え、それはなんで？修行に専念せよ。口さがない王宮の者たちに何と呼ばれておるかは知っていよう。何何？出来損ないの姫、席を果たせぬ無才の姫。え、ゼルダそんな感じで言われよったん？そうではないという証を立てるのだ。ゼルダってそんな落ちこぼれ系やったっけ？はい、お父様。正直いつもなんかガノンから助けられるイメージしかないんよね。あ、まあでもあれか、シークっていう一面があるけんさ、戦いはできるんよね、ゼルダって。自分で戦えばいいのにな。無才だなんだって言うけどめっちゃ強いよね。イエー、助けてー。ゼルダの研究室。ほう、何この花。姫静か、かわいい。一応ここに避難してきたけど、花しかないやないか。なるほどね。まあ今の思い出のために来る場所って感じか。なるほど。思い出の場所めちゃくちゃ巡りたいんですけど、今ので3箇所目ってことよ。ね？これやろ、写し絵の、ほらほらほら、残すところあと9箇所、9箇所もある。ゼルダ姫との思い出全然蘇ってないけど。全然蘇ってないまま、なんかガノンに突撃しようとしようんやけど。あ、で、今のが、ちゃう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 。今のが、あれやろ？アルバムに。え？保存されてないな、別に。全然保存されてないな。あ、まあでもこれってことよね、今の場所が。え？で、何？全部で12箇所って言ったよね。これか！
この1ページ丸々が、え、この1ページ丸々がその写し絵の記憶のやつで、あ、でこのあれや、それぞれの写真の右下のところにムービーのマークがついてるやつが巡ったところってことや。あ、なるほどなるほど。え、じゃあこれさ、え、いやでも違うんか。あ、全然違いそうやな。別にこの旗とかないし、え、山の形も違うか。絶対そうやと思ってんけどな。違うんか。なるほど。え、この辺とかあれやないん、コログの森やないん、違うんかな。うわー、めっちゃ全部回りたいけどわからん。はい、ということで、え、なんかめっちゃうこわ、近っ。はい、ということで、じゃあ一つ思い出を思い出したところで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、ガーディアンはダルケルの守りで強行突破するとしてでもそのための能力と言っても過言ではないはず。うーん、意外と上の方まで来たんやけど、なんかね、全然記憶も蘇ってないし、ここからどうやって進んでいくかね。頑張ろう、とりあえず。